いやいや、つらいよ。エビバリシェゲナベイベーアローハー。今日の今県ハワイ、ハワイワイキ波情報&サンセット情報のコーナーです。はい、今県今ねインフィニティプールのところから、今日ね夕方サンセットサーフ入ろうと思って今板持って、ポイント向かってます。はい、昨日はねここから始めたんですけど、皆さん、どんな感じだったでしょうか。今日もねここから見れてサンセットすっごいいい感じですよね。 Thank you。はい、今日ねラムファイヤーなんですけど、こんだけ人いますね。おー燃えてるぜ。はい、沈んじゃうなこれ、どうしよう。今ここで沈む瞬間まで見たい人手を挙げてください。はーい、っていう感じですよね。どこまで行けるかな、ビーチまで行けるかな。じゃあビーチまでちょっと急ぎますよ。はい、まだ沈まないよね。原宿 OK、 Thank you so much guys, sorry for thatOK guys, thanks。 はい、ということで、すごいな、結構プールの中も人いる人いる。うわー、フィン折れないよな。はい、ということでこの防波堤なんですけど、相変わらずやっぱ人気ですね。昨日紹介したか。はい、ここ砂浜、ここも砂浜も、こう座ってこう砂浜からサンセット見れるような状態になってます。はい、よかった、ビーチコールだ。いやけど波どうなんだろう、今日膝ぐらいかな。どうしよう、サンセットサーフこれから入ろうかな入らないでしょうかな。 Thank you。 はい、このグダグダ感があるのも今県ハワイいいとこかもしれないね。はい、ということで、うわやばやばい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 。はい、じゃあ沈む瞬間見てください。はい、皆さん、今日の波のサイズなんですけど、オアフ島がですね、なんとですね、はい、サウスショア、オアフ島、サウスショア全部サイズ一緒です。っていうかすごいですね、今日223、桃から腰です。はい、おー沈んじゃった。はい、あっという間でしたねやっぱね。はい、で今日ね風がちょっと強いですよ。はい、でこんな感じのサーフ、夕方です。あれで今け入るつもりで来たけど、これどうしよっかな、人いっぱいいんだけど波全然ないな。いやいやいや、参ったぞって感じです。はい、でね今日ねノーショーのレポートなんですけど、いよいよね、はい、始まりますよ。プロサーファー西本姉妹の2人の、お父さん、そして、末っ子ケニー君、すごいもう将来有望なケニー君のお父さんということでね、ウクレレプワプワケニーさんの、ノーショーレポート始まります。はい、じゃあ、そのノーショーレポート行ってみましょう。はい、ケンさんどうもです。アロハシェキナベイビーまだ言えない。エビバリシェキナベイビーアロハですね。エビバリシェキナベイビーアロハ。はい、ウクレレプワプワのケンさんなんですけど、今まで今県ハワイいろいろご協力いただきましたが、実はすごい人で、はい、実はですね娘さんが、JPS でショートボード、日本のプロサーファーなんですけども、それのグランドチャンピオンだったんですよ。はい、西本樹里ちゃんね、はい、でそしてね2位の、西本エミリーちゃん、はい、はい、エミリーちゃん実はねうちの娘同級生だったりします。そうですそうです、はい、ということで弁当交換して食べてた。はい、弁当交換して今県の卵焼き美味しかったって言ってくれた、エミリーちゃんありがとうはい、そのですね、姉妹の父親というプロサーファー2人を育てた父親というすごい人なんです、実は。ピース。イエス、イエス。はい、でですね、しかもですね、ケンさんの末っ子、期待のホープのケニー君。ケニー君なんですけど、全米のジュニアのアンダー13の大会。そうですね。はい、これもだからオリンピック候補になれるぐらいのすごい大会なんですけど、その大会で3位に入る。3位でした。はい、そんなすごいね、3人のプロサーファー、そして、もうすぐプロになるぜってすごい子の、お父さんです、実は。はい。はい、そうです。はい、でそんなケンさんがですね今日から、ノーショアの、サーフレポート、はい、はい、これは実は、毎日毎日ノーショアにサーフィンに行っているお子様たちからの波情報をケンさんがそれは僕が
あの皆様に、はい、エマゲンさんの、はい、にも、はい、お伝えしようという、はい、はい、はい、そうですね、ありがとうございます。はい、今日いつものケンさんのノリがないんでちょっとつまんないですまあいいんですけど、はい、今日ね、オアフ島の師匠は、波のサイズ、はい、早口だから、はい、パイプライン、426、なんでこんな早口なんだっていう。いや今日はね、早口なんですよ。はい、はい、はい、パイプライン426、サンセットビーチ527、どっちもまあ2メートル弱、2メートル超えですね。そうですね、はい、頭オーバーって言ってましたけど、はい、はい、どちらの娘さんが、エミリーが言ってました、ね、エミリーちゃん今日言ってんですか。エミリーもジュリーも言ってましたけど、ジュリーちゃんも言ってんですか、はい、はい、で、やっぱでかい波乗ってますよね、2人ね。そうですね、はい、はい、で、このね、お二方の娘さん、それからケニー君のすごいライディング、はい、実は皆さんもインスタグラムで見れます。ああ、そうですね、はい、はい、言っちゃっていいんですか。言っちゃえば宣伝ありがとうございます。イエス、はい、ケンさんのね、奥様の西本雅子さんというね、はいはいはい、そのままのインスタグラムの、すごい分かりやすい、アドレスなんですけど、そうですね、インスタの、そのアドレス、今県の概要欄に今日貼っておきますんで。ああ、いいですか、はい、はい、そちらからですね、はい、その3人のすごいライディング見てください。それぞれ のインスタグラムもあるんで、そのうち。あ、そうですね、はい、紹介してください、はいはい、この間僕見たのですごかったのはケニー君、はい、バックドアですか、あれ、チューブに突っ込んでてぐしゃって言ってましたよね。オフトボールじゃないかな。あ、そうですか、すいません、失礼しました。ぐしゃって出たやつ、ぐしゃって言ってましたね。あれは3セットです。3セットですか、うん、はい、あとね、なんかね、ジュリちゃん のバックサイド、うん、あれもなんかすごかったですよね。あれすごかったですね、はい、バシってすごい出てましたもんね。あれどこだ、うん、あれすごかったね、はい、バンバーンって感じ。そうですよね、そうですよね、バーンって感じ、はい、そんな感じのライディング実はケンさんもできるぜって感じですかねできたらいいなって感じ。そうですね、はい、そんな感じのノリで、これから、ノーショーレポート、明日からケンさん中継でこれからやっていただきますね。はい、はい、ね、ということでよろしくどうぞ、ケンさんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ今検定だけ、はい、Thank you。はい、今県です。アウトに出てきました。1本乗ったんですけどあんまり調子よくなかったです。はい、じゃあまだまだ頑張りたいと思います。すごいです、今日も空がオレンジ色です。サンセットサーフ、これがいいですよね。はい、ダイヤモンドヘッドもこんな感じ。はい、それでカラカワ通りの街の明かり、道の明かり、そしてホテルがこうやってオレンジ色、これだからサンセットサーフいいですよね。はい、2回も言っちゃった。はい、ということで、今日も最後まで見てくださってありがとうございます。 Thank you so much、 マハロシェゲナベイベー。最後はシェラトンでケンさん、今日サンキューです。はい、また明日からよろしくお願いします。はい、マハロ、バイ。さっきエンディングのコールやっちゃったんだけど、もうちょっと乗っていいですか。ということで、今日エンディングコール2回かもしんないね。はい、じゃあまた後で。はい、じゃあ夜のカラカワ見ながら一本乗りましたよ。はい、波乗りしてる時にカラカウア見るとこういう感じっていうのを分かってくれればいいかな。はい、今日も最後まで見てくださってありがとうございます。ということで Thank you so much、 マハロシェゲナベイベー、バイ。はい、皆さん海から上がりました。今県で今すっげー面白いのがあったんで、海から上がったサービスショットかな。はい、じゃあね、左側見ててください。何か映ってますよ。なんすかねこれ、なぜここにあるって感じなんですけど。はい、ということで、サービスショットになったのかな今日で。はい、じゃあ今日も最後まで見てくださってありがとうございます。 Thank you so much、 エンディング3回目かな、バイ。